日本秋田県北秋田市花園町花園町は、秋田県北秋田市高野市地域にある地名。郵便番号は018-3312。当地域の人口は287人。住居表示実施済み。北秋田市中心市街地に位置する。商業施設、公共施設が多く、高野市銀座通り商店街、米城児童公園、市役所などがある。 北端を東西に、秋田県道102号大館高野線が、西端を南北に、都市計画道路、駅前、神馬大線が、南端を東西に秋田北高高校と北秋田市、消防本部方面を結ぶ、農林高校中大線が通る。北は材木町、東は朝日町、南は東横町、西は住吉町に隣接する。当地域は、昔から、 花畑として親しまれていて、住居表示実施以前に、通称名として、花園町は存在した。1979年8月27日に、住居表示審議会で、ことぶき町と答申が出たが、住民の変更請求により花園町に修正され、1981年10月1日に、住居表示が実施された。二千十五年十月一日現在の世帯数と、 人口は以下の通りである。国勢調査による世帯数と人口の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。最寄り駅は松葉町にある JR 東日本大本線、高野瀬駅と隣接する秋田内陸縦貫鉄道は北内陸線、高野瀬駅である。農林高校中大船市役所前周北バス、周北タクシー。 ありがとうございます。